はい、こんにちは。それでは新しいセクション、最後の力学の最後のセクションですね。力のモーメントというこの話をやっていきます。で、また難しいカタカナが出てきました。モーメントって何でしょうって話なんだけど、その前にこういうことをまず実験してみようかなと思うんだけど、壁があって、壁がありますね。ここに壁があって、ここにこう、なんか何でもいいけど棒があるとするじゃない、ね、で棒があって、ここに蝶使いがあって、でその壁に固定されてるわけね。でこのここは壁に接してんだけど、ここはこう糸のようにピーってこうやって引っ張られてる。ですると、この棒は水平に、水平にいることができると、こういう実験をしてみました。まあこのプリントにも書いてある通りなんですけど、こういう感じになりました。じゃあなんでこの棒は水平に静止していられるんでしょうかって話だね。どうかな。これ考えるのがモーメントってやつなんですよ。じゃあ言いましょうね。モーメントって何でしょう。モーメントっていうのは、モーメントとはこの物体の回転能力のこと。回転能力、のこと。おい、回転能力って言ってますね。物体の回転能力。例えば今までこのボールとか小球とか重りとかっていうのは、確かに質量はあったんだけど、その大きさって議論しなかったでしょ、ね、今回このモーメントを議論するときには、この棒は大きさを持ってるのね。こういうのを合体っていうんだ。もう一つ書こうかな。どこに書こうかな。ここで質量を持ち大きさも持つ物体のことを物理では合体。変形もしないんだこいつ。硬い金属の棒だと思ってください。で、今まで僕が重りとか小球とか物体とか言ってた、質量は持つんだけど大きさを議論しない、要は大きさを持たないやつ。質量は持つんだけど大きさを持たない、持たない物体のことを、これを覚えておいてね。質点って言います。質量を持つたった点という考えですね。いいかな。で、僕たちが今から勉強するのはこっちね、合体についての話で、大きさを持つとなんで回転するんですかって、見れば分かる通りで、例えばこの棒みたいになったら、例えばここをペチッと固定するじゃん。ここピッて固定するじゃん。すると、こここうやって力を加えるとくるくるくるって回るでしょ。回転能力ね。そう。よいしょ。じゃあこいつはどうなんだっていう話だけど、これ止まっているんだよな。止まっているんですよ、こいつ。で、回転するっていうのは、数学や物理ではもう、時計回りか、反時計回りだよね。いくよ。これ止まってるってことは、力のモーメント、ここを中心に回るわけだな。例えばこの糸を僕がね、こうやって今これ釣り合ってる状態だけど、糸をこうやってグッて引っ張ったらこの棒ってグッて上がるでしょ。これここを中心に、回転軸はこの壁に接してるところだよな。蝶使いのあるところだ。
これな、ここが回転の中心だよな。すると回転の中心に、回転の中心に反時計回りに回るよね。逆に僕がこの糸をプチンって切ったとしよう。するとこの棒はうん下がるよね。これはここを中心に時計回りに回ったよね。この反時計に回る能力っていうのと時計回りに回る能力っていうのが釣り合っているから、まあ、止まっていられる。いい？と、合体が静止できるのは、ね、質量も大きさも持つ物体が静止できるのは、ね、まあもちろん力の釣り合いが成り立ってるっていうのはいいよね。力の状態が成り立って、力の釣り合い、ただの力の釣り合いは成り立ってるっていうのは、まあ絶対条件だよな。まずそれ最低条件だよな。それわかるでしょ。ただの力の釣り合いが力が成り立っているっていう状態とモーメントが成り立っている、モーメントが釣り合っている、これね、状態で、の時で、あいいかな。あのシステムも合体も力の釣り合いは成り立つっていう時には静止してますよってのはいいんだけど、これだけじゃダメなのね。例えばこう棒があって、まあ重力はこういう感じにかかるよね。 mg いい？すると、まあ、僕は同じ力だけここにかけようとしようか、 mg を、ね、ここと同じ力だけ mg をこうやってグッてかけようとしようか、ね、大きさだけグッてかけるです。力の状態成り立、力の釣り合いは成り立ってるよね。ね、そうでしょ。下向きイコール上向きだからなんだけど、これ絶対さ、この後ガクッてなるじゃん。このガクッてなるでしょ。ほらモーメント成り立ってないんだよな。まあ、こういう関係のことを偶力って言うんだけど、よいしょ。だからモーメントが釣り合っている状態、これを考える。じゃあモーメントが釣り合っているっていうのが、じゃあ数学的、まあ定量的にどうやって議論できるかっていう話だね。モーメントの計算の話をしていきます。まあ知ってる人は知っている感じなんだけども、例えばこのこれを例にしてね、考えてみると、質量の、棒の質量が、スモール m で長さが r です。まあ明らかにここが、ここを回転中心とするよね。うん。ですから、モーメントの計算っていうのは、反時計回りのモーメント。時計回りのモーメントを考える。カッコつけなくてよかったね。ちょっと待ってよ、書き方を変えよう。回転の中心から、待ってよ、どこかな、まあいいや。反時計回りのこの回転の中心、回転中心回りのちょっと日本語おかしいかもしれないけど我慢して、反時計回り、あ、待ってよ、回転中心回りの反時計回りのモーメント、なんか難しいな、待ってよ、回転中心を、待ってよ、これ中心なんていうかな、
バッテン中心の回転中心の反時計回りのモーメントしようか、ね、これならまあ日本語わかるねすると反時計に、ま、反時計回りのモーメントっていうのは、まあ、まず力の矢印を書きましょうね。書き忘れてた。するとなこういう感じで MG 重心にかかるよね。真ん中にかかるよね MG。 そして接触してる部分っていったらここだから、ここでな、ここから、こういう感じに張力がかかるね。こういう感じで、張力がかかると。ね。じゃあ、この合体を反時計回りに回す力っていうのは、こいつかこいつか。まあ、こいつだよな。ね。これ、俺がこの張力をグーって引っ張ると、この合体はくるっと回るね。だから、こいつのせいで、こいつのせいで、反時計回りに回るんだな。と、あら、直径だでしょ。反時計回りに回るのは何のせいでしょうか。周りに回るのはこの場合は張力のせいだよな。張力のせいだいうね、そういうことから、じゃあこのモーメントっていうのはどうやって計算されるかっていうと、なのでよって張力のせいで回りますよ。それにじゃあその回転中心からどれだけ離れてますかっていうことをここに書く。するとこの張力のこの矢印ベクトルはこっからどのこの矢印のこういう作用線があるよね。こういう作用線があるでしょ。いい？ここの長さをかければいいんだった。ここの長さ。いい？すると、これはここの山岡が勝手に引いたこの補助線っていうのは、L のここが45度であるとするのならば、サインの45度。でなるね。で、まあ、初学者のために言っておきますけど、このモーメントの計算っていうのは、もうこうやって決まってるの。モーメントの大きさは、もうこうやって定義されてるのね。力の大きさかける。力の大きさとさあか どこかな、力の大きさかける大きさかける回転軸と力の作用線の距離で、これでも決まってるんですと定義されている。いいかな。で、今回力の大きさっていうのはこのくるって回るのに回るのは張力のせいだよな。だから力の大きさはもう今回 T だな。で、回転軸と力の作用線の距離、回転軸と力の作用線の距離はここだよな。いい、ここじゃないよ、ここの長さじゃないよ。作用点までの距離じゃなくて作用線までの距離。いい、ここ注意ね。回転軸と力の作用線の距離ね、なんかこれだ。いいね。ではそしてもう一つ、反時計回りは分かった。で、次は時計回りだな。バッテン中心の時計回りのモーメント。
モーメントいくよ。同じようにやっていく。じゃあなんで時計回り、時間回りじゃなかった、これ時計だね。よいしょ、時計だからこれはここも違うね。よいしょ、時計の径は計算の径だ。時計回り、ここもごめんね、変えといて時計回りに回るのは、時計回りに回るのは何のせいかっていうと、この棒の、棒自身の重力のせいだよな。棒にかかる重力のせいだよな。棒にかかる重力のせいだ。よって、モーメント、ごめん、ここモーメントはって書こうとしたんだってね、ごめんなさいね。よってモーメントは、モーメントの値はにかってね。よって同じようにモーメントの値は、どうなるかっていうと、回転軸からこの力の作用線までの距離、まあ、たまたま今回はここからここまでの距離だよな。からまず力は mg ですな。で距離は2分の l だよな。 l の半分だから、 l の半分だから2分の l ね。ではモーメントの大きさは力の大きさと回転軸と力の作用線の距離にとの掛け算として定義されてる。やってね。OK。掛け算。ここ掛け算って言ってください。かな。作用点じゃないよ。かかってる点じゃない。作用線だ。ここ注意な。ここ注意ね。作用線ね。いいですか？はい。というのが、力のモーメントってやつ。からモーメントは回転能力、物体の回転能力をせいだ。回転能力のことだ。いい？で、まあ合体が接しできるのは力が釣り合ってるだけじゃなくて、モーメントが釣り合ってるってことを考える。ね。モーメントの計算っていうのはどうやってやるのかっていうと、力の大きさかける、その力の、なんだろう、例えば時計、反時計回りのモーメントだったら、反時計回りに回す力の大きさかける、その作用線の距離と回転軸との作用線ね。作用線の距離と回転軸との距離。ね。でも時計回りも同じ。で、モーメントが成り立ってるってことは、ここも書いておこうね。これモーメントが釣り合ってるね。ごめん。モーメントが釣り合っているということは、まあわかるでしょ。反時計回りと時計回りがのモーメントが一緒だって時だよな。だから、まあ書くなら反時計回りと時計回りのモーメントが一緒だって時ね。OK？ と時計回りのモーメントが釣り合ってるから静止できる。OK？ はい。まあ、一つ手順が増えたと思ってください。いいですか？まあ、たったそれだけの話です。それでは、例題をやっていきましょう。